こんにちは、TM コアです。今日はですね、ご覧の、カニをですね、ちょっとお迎えしてきました。行きつけのですね、ペットショップにいたら、サワガニがいるよなんて言われたんで、お、餌用かなと思ってですね、見てみたら、なんかこう、すごく可愛らしいカニなんですね。このカニはですね、ヴァンパイアクラブっていう、まあサワガニの一種ですね。ちょっとどこの国のものだかちょっとよくわかんないですけど、まあ、ブリードされてるものの、ヴァンパイアクラブっていうカニです。サワガニですね。まあ淡水の、海辺、あの川辺にね、水辺にいる、カニになるかと思うんですけど、なんか見た目がですね、なんか顔みたいな、なんか笑ってる顔みたいな感じで非常に可愛い。で、まあいろんなそのカラーバリエーションがあるみたいで、結構そのいろんなオレンジ色のものだったり、こういったちょっと白っぽい感じのね、その色だったりっていうのがあって、まあ多分なんですが、まあ最大で甲羅の大きさが5センチぐらい、3センチから5センチぐらいになるカニだと思います。で、まあ日本のよく言う赤手ガニみたいな感じですかね。あんな感じのカニになります。手が赤くて、まあ、背中がね、いろんな色になっているという形。で、まあこれどういう形で買おうかなというふうに思ってるんですが、まあ、我が家のパルダリウムの水槽があるんで、そこにとりあえず水入れを入れてあげたらいいのかなというふうに思ってます。まあ1匹700円、安いですよね。1匹700円で、まあちょっと遊びというか、衝動買いしても全く、まあ、死んでしまってもそんなに惜しくない感じの値段ですね。餌は赤虫をあげてるということなんで、ついでに赤虫も一緒に買ってきましたけども、まあ、これをね、今後ちょっと飼育してみたいなというふうに思います。はい、今このですね、パルダリウム水槽、まあ、パルダリウムのね、まあ、植物だけが入ってて、生態は今入ってない状態の、まあ、こういった水槽がありますので、まあ、ここに入れようかなと思ってます。まあ、先日作ったね、こっちの、パルダリウム水槽は、まあ、今後ちょっとヤドクを入れる予定なんで、まあ、ここでもいいのかなと思ったんですけど、ちょっと大きいし、まあ今度こっちにね入れてみたいと思います。ここに水入れをちょっと入れて、まあ、ほぼ陸生で、脱皮だとか呼吸だとかするときに水気が必要になってくるっていう、そういうレベルの多分カニだと思いますので、まあ、ここに入れていきたいなというふうに思います。では早速ですね、こちらの方に入れてみたいと思います。もう中に潜ってっちゃった。これは全く観察できない可能性がありますね。ちょっと厳しかったな、これ。これはほとんど見えないですね。この感じ、この手がちょこっと慣れてきたらだんだん外に出てくれるのかなと思いますが、まあ、今のこの状態ですとほとんど隠れて見えないかな。まあ、本当にまだちっちゃい
甲羅のサイズで1センチ5ミリぐらい、2センチ多分ないと思うんで、まあもうちょっとね、ちょっと大きくできるかどうかは不安ですけども、まあ、できるだけ頑張ってみたいというふうに思います。この動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。